どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA が国際線タイムセールを発表しましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、まさかね、このタイミングで国際線のタイムセールということで、先日ね、こちらの動画見ていただけましたでしょうかね。国際線プレミアムポイント2倍キャンペーンがね、開始になってるんですよね。で、このタイミングでタイムセールね、国際線、しかも今回のね、国際線のタイムセール、燃油サーチャージが今高いですよね。今回のタイムセールに関しては、サーチャージ込みっていう風になっておりますんで、かなりね、費用を抑えられるかななんていう風に思いますので、ステータス仕様ね、検討されてる方もね、いらっしゃると思いますんで、今回の動画ね、一応プレミアムポイント等々もね、一緒に計算しつつですね、解説やっていきたいななんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、早速内容に入っていきましょう。公式サイトね、こういった形になっておりまして、世界に行くなら ANA ということで、国際線航空券タイムセールっていう風になります。で、今回ね、販売期間が2023年7月6日、0時から、この動画もしかしたらね、ちょっと0時過ぎてるかもしれませんけども、もしかしたらこの動画出てる頃にはもうね、セール開始になってるかもしれません。ですので、もし利用されたいって方はですね、ぜひね、すぐチェックね、していただければなと思います。で、期間が7月の12日までっていう風になります。で、搭乗期間がですね、2023年の8月下旬から2023年11月末日までということで、ちょっとこちらね、路線によって変動がございますけども、一応中心的にはね、こんな感じになっております。で、今回のね、タイムセールのポイントなんですけども、先ほども言った通りですね、今回プロモーション運賃ということで、燃油サーチャージ込みでですね、最長7日間5万円からね、利用することができるっていう風になってるんですよね。で、またですね、人気都市ね、ハワイとかもね、7万8000円から、またね、ヨーロッパとかが13万円から、で、ニューヨーク路線は16万円からっていう風になってるんですよね。で、今回のキャンペーンの注意事項なんですけども、燃油サーチャージはね、込みになってるんですけども、航空保険特別料金であったり、現地空港の、税金ですね。こちらに関しては、別途必要っていう風になりますんで、まあ、今回ね、7日間5万円からっていう風になってるんですけども、多分ね、5万円で発券するのはね、多分難しいのではないのかななんていう風に思いますんで、この点はね、注意していただければなと思います。ではね、気になる対象路線ね、行きたいと思うんですけども、運賃設定5万円が、上海往復エコノミークラスですね。こちら成田発のみということで、運賃クラスは K クラスっていう風になります。で、次にホーチミンシティ、ハノイですね。こちらね、ホーチミンに関しては、成田線のみっていう風になります。こちらの国際線予約クラスは K クラスっていう風になります。で、運賃設定 7.8 万円ということで、ハワイがね、ここに入ってきます。成田発のみということで、予約クラス K クラスで、7.8 万円から、利用することができます。これ以外にも、7.8 万円で、バンコク、シンガポール、クアラルンプール、ムンバイ、ここら辺がね、7.8 万円で、利用することができます。で、次にね、10万円ということで、シドニー、デリー、ジャカルタ、ここら辺ですね、全部運賃クラス、K クラスで、利用することができまして、13万円ですね。こちらが、バルセロナ、マロディードですね。こちら予約クラス、K クラスっていった形になります。で、運賃設定ね、16万円のところがニューヨーク、ロサンゼルス、シアトル。で、ローマ、パリ。ローマ、ミラノ、パリですね。ここら辺も16万円のね、運賃設定で利用することができるっていった形になります。で、搭乗のね、期間なんですけども、基本はね、8月の24日から11月の30日までっていう風になってるんですけども、このローマとかね、ミラノ、パリ、ここら辺はね、11月の1日から12月10日っていう風になっておりますんで、逆にね、8月中はね、セールのね、対象運賃になっておりませんので、もしね、ヨーロッパ利用される方はですね、11月1日以降はね、今回のキャンペーンの対象になっておりますので、この点はね、注意していただきたいななんていうふうに思います。それでは次にですね、今回ね、国際線のタイムセールがね、このタイミングで来たということで、まあ、今回のね、このタイムセールがプレミアムポイント2倍キャンペーンと絡めてね、ステータス仕様としておすすめなのかっていう話なんですけども、ちょっとね、私の方で、計算ね、させていただいて、聞きました。ちょっとね、間違ってないと思うんですけども、もし間違ってたらね、ちょっと申し訳ない限りなんですが、仕様としてだけね、ちょっと計算させていただきました。で、今回ね、サーチャージは込みで5万円とか7万8000円とか10万円とかね、値段が決まってるんですけども、この
プラスされるね、お金っていうのはね、ちょっと今の現時点でちょっと出せなかったので、最終運賃にすると、もうちょっとね、PP単価高くなるかな、なんていうふうに思うんですけども、一応ね、こういった形になります。で、ニューヨークのね、ところを見ていただければなと思うんですけども、ニューヨーク路線ね、ここだけ予約クラスね、S クラスということで、こちらね、積算率がね、50% で少しね、良くなっているっていう感じですね。ですので、もしね、ステータス仕様で、もし使いたいっていう方は、まあ、アメリカ路線ね、まあ、選んでいただければなと思うんですけども、赤字になってるところで、ね、PP 単価見ていただければなと思うんですけども、まあ、今回のね、このキャンペーン、基本的に積算率が低いんですよね。ですので、全体的に見ると、ステータス仕様にはですね、まあ、お勧めすることはできないって言った形になるんですよね。こちら2倍ね、したところで10円ね、切ってるね、路線はございませんので、まあ、基本的には今回の ANA のタイムセールに関しては、まあ、ステータス仕様にお勧めっていうよりかは、普通にね、まあ、楽しむために利用していただくのがね、まあ、いいのかな、なんていうふうに思います。まあ、先日ね、私の方で、プレーンポイント2倍キャンペーンのね、動画出した時に、まあ、クアラルンプール発見の東京経由のニューヨークの往復ね、まあ、こちらで一撃でね、ちょっと計算、動画ちょっと間違って申し訳なかったんですけども、本来ね、あれ5万超えるんですよね。はい。ですので、あれで一発でね、SFC、取れるわけなんですけども、あれもね、クアラルンプール発見ですよね。ですので、クアラルンプール行くまでに、そこでね、利用していただくとかね。まあ、こういった感じでね、利用していただくのであればですね、まあ、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、今回のタイムセールの運賃でステータス仕様に使うっていうのは、まあ、基本的にはね、まあ、お勧めすることができないっていうふうになりますかね。ちょっと PP 単価もね、2倍してるにもかかわらず、まあ、10円超えているっていうふうになりますんで、まあ、基本的にはね、楽しむために利用ね、していただければなと思います。ということで、今回ね、国際線の ANA のね、タイムセールが来ましたので、解説させていただきました。ちょっとね、簡単な動画にはね、なってしまったわけなんですけども、まあ、この期間にですね、予定ね、空いている方に関してはですね、今回のタイムセールに関しては、サーチャージがね、込みっていう風になっておりますんで、ベラボーにね、高くはならないと思いますので、ぜひね、気になる方はですね、7月6日0時からですね、こちらのキャンペーン開始になりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。キャンペーンページはですね、公式サイト概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。ということで、ちょっとね、おまけ動画を作らせていただきました。今ね、Amazon ギフト券が2000円分簡単にね、もらえるキャンペーンが来ているんですよね。こちら、利回り不動産っていうね、投資家登録をね、完了していただいて、そのね、入会するときに紹介コードのキャンペーンがありまして、こちらね、メールアドレスを入れていただくだけで、4000ワイズコインっていうね、この利回り不動産のコインがもらえるんですよね。で、この4000分のコインがですね、2000Amazon ギフト券にね、交換することができるっていう風になっておりますんで、こちらね、実際に私、登録ね、させていただいたんですけども、非常に簡単、5分から6分ぐらいでね、終わるっていう風になりますんで、概要欄にですね、URL と紹介コードのね、メールアドレス載せておきますんで、こちらね、非常におすすめっていう風になっておりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。